地球のビッグバリアを脱出したのもつかの間。補充パイロットはこんなだし、艦長はあんなだし、それでも火星についちゃうんだから不思議よね。でも私たち本当に勝てるのかな。怒られて蹴り上げた石ころ跳ね返ればダイヤモンドにもなる。すぐ手に入る夢なんて夢じゃないよ。でも必ず叶うと信じてるよ。くじけない君が好き。時あるならそばにずっとずっといるから。 You get money 君らしく誇らしく向かってよ。夢中になった日々が夢のかけらさ。 You get money そのかけらを集めて明日を目指す勇気。なめるなよ。ほらお花畑。ふざけていると棺桶行きだよ。なんだよいきなり。ほんとハードボイルドブリッコなんだから。甲板一枚下は真空の地獄。心を持たぬ機械の虫どもをはふるとき、我が心は興奮の中で。なぜ冷めたもの。悪いわね、勝負なの。あ、はい、変なやつ、変なやつ、変なやつ。なんだよ、なんだよ、あいつら楽しそうじゃんかよ。艦長、エステバリスを回収したまえ。必要ありませんわ、アキト、ファイト。しかし敵はグラビティブラストを備えた戦艦であるとおっしゃりたいのですね。大丈夫、そのための装填エンジン、そのためのディストーションフィールド、そしてグラビティブラスト。あの時の戦いとは違いますぞ。お気楽に、お気楽に。敵戦艦フィールド増大。何？やつらフィールドか。死神が見えてきたわね。見え見え。よし！くそー！くそー！どうだったっけ？くそー！敵もフィールドか！危ねえだろ、タコ！ごめん！かっこいいけど、間抜けな特攻でしたね。え？死に水は取ってあげるわ。はあ、泉！それよりどうするの？このままじゃ。そうだ！違うよ、入射角変え。うわー、敵かー。ずーっと
消滅、効果起動取れます。どうぞ。サンキュー、リリリリ。え、さあみんな、用意はいい？ちょっとサウナになるわよ。その前にエステの回収。とっくにやってるわ。上がるよ。え、びっくりしちゃった、こんな感じ。なかなかやるなってこと。もらって。火星熱圏内、装填エンジン反応下がります。何あれ。ナノマシンの集合体だ。ナノ？ナノマシン、小さな自己増殖機械。火星の大気組成を地球の環境に近づけるためナノマシンを使ったのね。そう、今でもああして常に大気の状態を一定に保つとともに有害な宇宙放射線を防いでいるのです。その恩恵を受ける者はいなくなっても。ナノマシン第一層通過。そんなのナデシコの中に入っちゃっていいんですか？心配いりません。火星ではみんなその空気を吸って生きていたんですから、基本的に無害です。おトイレで出ちゃいます。あ、いけない。そうか、艦長も生まれは火星でしたな。あ、そうなんだ。グラビティブラスト、スタンバイ。いいけど、どうせなら宇宙で使えばよかったのに。地上に第二陣がいるはずです。包囲される前に撃破します。艦首、敵へ向けてください。ちゃんと重力制御しろ。くそ、なんていい思いしてやがった。あ、敵影消滅、周囲30キロ圏内、木星トカゲの反応なし。これより地上班を編成し、よりくて避難域で地上に降りる。しかし、どこに向かいますか？軌道上から見る限り、生き残っているコロニーはなさそうですが。まずは、オリンポスさんの研究施設に向かいます。ネルガルの？抜け目ねえな。我が社の研究所は一種のシェルターでしてね。一番生存確率が高いものですから。では、地上班メンバーを。あの、俺、エステ貸してほしいんですけど。なんだと？ユートピアコロニーを見に。生まれ故郷の？ん？あそこにはもう何もありませんよ。チューリップの勢力圏です。わかってるけど、ただ見ておきたいんです。だから行きたまえ。しかし確かにお飾りだが、戦闘指揮権は私にあるはずだね、ゴート君。故郷を見る権利は誰にでもある。若者ならなおさら。ありがとうございます。ひなぎく、行くよ。何するんだ、危ないよ。あの、私も一緒に行っちゃいけませんか？なんで？ふるさと見たいな。それ一人乗りだぞ。なんであいつばっかりなんだ。知りませんよ。ほら、ああいうやつほど意外と単純に悔しい。わあ、気持ちいい。アキトさん住んでたところって遠いんですか？問題ですよね。ねえ、いいんじゃないですか。敵さん来ないし、通信士くらいいなくても。それはそうだけど。どちらへ、艦長？あの、そうだ、純くん、艦長代理やっといてくんない？ダメだよ、そんなの。じゃあ、そういうことって。ダメ。あんたの方がマシかもね。ダメね、もう何ヶ月も人の気配がないって感じ。やっぱとっくに逃げ出したんじゃないんですか？だいたいさ、
こんな辺境で何研究してたわけ？ナデシコです。はい。ご覧になりますか？ナデシコの始まりを。さあどうぞ。火星に入植して10年と言いますから、そうですね、今から30年ほど前になりますか。これが発見されたのは。聞いてもいいですか？うん。艦長の家と仲良かったんですか？向こうは派遣軍人で、うちはただの学者だったし。でも子供なら関係ないですよね、そんなの。まあね。アキト、見て見て、橋。ほら揺れた。いけないんだぞ、勝手に取っちゃ。大丈夫だよ、行け、橋。結局マシン動かしたのは俺のせいになっちゃったけど、それは別に、ただマシンをコントロールできなかった俺が悔しくて、それでこいつをつけちゃったのかな。コックさんは？え？なんでコックさんになったんですか？うん、火星、飯、まずいから。え？見て、ほら。これなんですか？え、ナノマシンだよ。で、さっきのお空のあれですか？うん、こいつらのおかげで空気はまともになったけど、土まで良くなるわけないしさ、野菜まずいんだ。でもコックさんの手にかかれば美味しくなる。なんか魔法みたいで。それで僕もコックさんになるぞ、ですか？うん、まあかわいい。かでも今はパイロットさんですね。あ、うん、なんか中途半端だよね、どれも。そんなことない。そんなことないですよ。そんなこと、アキトさん頑張ってるじゃないですか。頑張ってますよ。あ、どうしました？え、いや。え、何か私嫌なこと言いました？いや、その変なこと言ってますか私。いや、あれは、あの時は嬉しくて、つい。私、前の仕事辞める時楽しみにしてたんです。いい加減な男の人じゃなくて、本気で生きてる人に会えるんじゃないかって。アキトさん、だから私、あ、アキトさん、アキトさん、あ、あいたたたたた、アキトさん、アキトさん。いい、ようこそ火星へ。あ、それから彼苦しそうだからどいた方がいいわよ。あ、歓迎すべきかせざるべきか、何はともあれコーヒーくらいはご馳走しよう。説明しないわけにはいかないな。あちこちのコロニーの生き残りがここに集まっている。基本的に木星トカゲどもは人間には。よかった、よかったな、みんな。もう帰れる、地球に帰れるだ。俺たち助けに来たんだよ、みんな。俺たちの船に乗らないよ。なんでです？よし、説明しよう。頼んでませんけど。戦艦一隻で火星から帰れると思っている？敵はまだまだいるのよ。私たちは現実に戦って勝ってきたんです。あなたはナデシコの力を知らないから。装填位エンジンか。お前、一体。私はその装填位エンジンとディストーションフィールドの開発者の一人、イネス・フレサンジュで、わかりやすく言うとネルガルの人。心配だったのやら。天川たち確認。つまりとっとと帰れ。
そういうことかな。私たちは火星に残ります。ナデシコの基本設計をして地球に送ったのはこの私だから、私にはわかる。この船では木星トカゲには勝てない。そんな船に乗る気にはなれないわ。お言葉だがレディ、我々は木星トカゲとの戦闘には常に勝利してきた。だから我々といいこと。あなたたちは木星トカゲについて何を知っているの。あれだけ高度な無人兵器がどうして作られたか。目的は、火星を占拠した理由は。信じてくれないのか俺たちを。君の心解説してあげようか。少しばかり戦いに勝って可愛い女の子とデートして、俺は何でもできる。もしかして説明が好きなの。若いってだけで何でもできると思ったら大間違いよ。誰でも英雄になれるわけじゃ。フレサンジさん、敵襲。大型戦艦5、小型戦艦30、グラビティブラストフルパワー。フルパワーオッケー。グラビティブラストエネルギーチャージ。てぇー、やったー。グラビティブラストを待ちこたえた。敵もディストーションフィールドを使っているの。お互い一撃必殺とはいかないわね。40km 前方、チューリップより敵戦艦続々増大。何あれ、なんであんなに入ってるの。入ってるんじゃない、出てくるのよ。途切れる。あのたくさんの戦艦はきっとどこか別の宇宙から送り込まれてくる。敵何を増大。敵のフィールドも無敵ではない。連続攻撃だ。はい、グラビティブラストスタンバイ。無理よ。ここは真空ではないから、グラビティブラストを連射するには装填エンジンの反応が悪すぎる。どうする。私たちが出てもひき肉にされちゃうよね。ディストーションフィールド。待って待って、今フィールドを発生させたら艦の真下の地面が沈んじゃうじゃないですか。そこにはイネスさんの仲間が、生き残りの人たちがいるんです。直ちにフィールドを張り付く上昇。ごめん、一度着陸しちゃった以上離陸にはちょっと時間がかかるよ。敵艦情報に回り込みつつあります。チューリップよりなおも敵増大中。フィールドを張るか、敵の攻撃をこのまま受けるか。提督、艦長には重すぎる決断みたいですね。うん、ここはでもアキトさんが。アキトさん約束してきたんです。地下の人たちに必ず助ける、連れて帰るって。それなのに。アキト。敵艦停止。来ます。迷ってる時間はない。カマワン、自動防御だ。艦長命令がまだです。敵艦に重力波反応。チューリップが落ちてきた時、私たちの運命は決まっていたのかもしれない。フィールドを張っていなくてもこの砲撃。いずれにせよ、あなたたちは英雄にはなれなかったというわけね。ユリカ、フィールド位置して交代。敵との距離取った後反撃してください。破損状況すぐに確認して。私たち何のために火星まで来たの。アキト、ごめんね、ごめんね。助けられなかった、誰も。ユリカ、初めてだね、ナデシコに乗ってから優しくしてくれたの。バカ、しっかりしろよ。アキト、キスしてくれる。ユリカ、何言ってんだよお前。違うの、別にめぐみさんとのこと気にしてるわけじゃん。似てたのかお前。あったからあれね、あれ、そのただアキトがキスしてくれたら頑張れるから、もうちょっとだけ頑張れるから。ごめん、ごめん。アキト、
めぐみさん。ユリカさん、私逃げ場でいいですから。え、私負けません。うん、私だって負けない。一緒に木星トカゲと戦おう。負けるもんか。おう館長、私が言ってるのはそういうことじゃなくて、ああもう説明させてくださいってば。ずっと探してた、こんなエモーション、ピュアな気持ち眠っていたのね。夢を追いかけたら、笑顔と涙の数だんだん増えてゆくこと知っているけど、時にはもっと私らしく風を感じたい。誰でもない私の未来を見つけたくて。いかなる敵の攻撃にも屈しない無敵戦艦なでしこだが、着々と侵略の魔の手を伸ばしてきた謎の敵艦隊を前に、今最後の航海に旅立つ。限りない感動と美しいロマンを鮮やかに歌い上げた最大の話題作、おー、なでしこが沈む。次回、機動戦艦なでしこ、いつかお前が歌う歌をみんなで見よう。